わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学での教職課程について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学総合教育センター原北翔吾先生に話を聞いてみよう。確か崇城大学には教育学部はなかったと思うんじゃが。全国の大学そうなんですけど、教育学部でなくとも、教員の免許というのは取得することができます。で、現にうちの大学においては、工学部、そして芸術学部、そして情報学部、そして生物生命学部、この4学部で教員の免許を取得することができるということになっています。今後訪れてくるであろうその近未来の社会っていうのは予測が困難な社会になってくるというふうに見込まれています。もうそういった社会で生きていくということになりますので、とりわけそういった専門的な能力を持った先生方の育成というのが急務になっています。そういった意味でこの学部の4年間を通じてですね、その教職にかかる教育学的な知識だったりとか心理学の知識だけじゃなくって、そういった各学部の専門的な能力というものを身につけた教員というものを育成していきたいというのが本学教職課程で目指している、そういった姿になっております。大体多くの結構その教員養成系じゃないうちのような大学では別途費用がかかったりするんですけど、うちの大学ではその教職課程を履修する上では実質費用はかからないということになります。崇城大学の教職課程にはどういう特徴があるんじゃ。まず一つ目は ICT 教育に力を入れているというのが一つ大きな柱かなというふうに思います。現に教職課程の授業においてもタブレット端末をですね使いながら模擬授業をしてもらったりとか、そういった ICT に強いもう実践力がある教員の育成というものに力を入れています。でもう一つ挙げるとするならば、校長先生だったり教頭先生を経験された学校管理職の先生方だったり、教育委員会で勤務された経験があるようなそういった先生方も、本学の教職課程に携わっていただいております。もう一つは、教職サークルというものが本学にはサークルとしてあります。もちろんここでもタブレットを使ったりとか模擬授業がまだやりたいというような子たちはサークル活動の中で私たち教員が様子を見に行ったりする中で応援をしているというような形もありますし、そういった支援体制で言えばもう一つは創学会という支援をいただいている集団があるんですけれども、崇城大学を卒業して現職の中学校や高校の先生で働かれている先生方、OB のまさに今リアルタイムで働かれている先生方との交流というのも学生たちにとってはすごく刺激的な場になっているので、そういったところは他の大学でもなかなかないんじゃないかなというふうに思います。これも魅力の一つかなというふうに考えております。教員採用試験の合格者も増えているそうじゃな。崇城大学でも年々教員採用試験の合格率そして合格者数も増えてきているということになります。で、直近のデータでいけば令和5年度の教員採用試験での合格者というのは8名になっています。この数字って極めて少ないというふうに感じちゃうような方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、県内の国立大学でかつその公立の中学校高校を受験して合格をした合格者数の割合とうちの大学の中高の合格者数の割合というのは割合としては同水準というふうに言えるのかなというふうに思います。これから県内の国立大学にも引けを取らないような教員輩出率というものを目指して頑張っていきたいなというふうに思っております。これから日本というのは少子化も含めて予測困難な社会になってくるというところにおいて、それぞれの専門的な能力というのを持った強い教員というものが求められていくんじゃないかなというふうに思っております。そういった意味において教えられる子どもたちにとってもより良い影響を与えてくれるんじゃないかなというふうに期待しておりますので、そういった学部の専門的な能力と教育学系の能力、この両輪をうまく駆動させていくことで本学の教職課程をどん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 成長させて発展させていけたらいいかなというふうに考えております。崇城大学で教職課程を目指す学生たちの活躍がますます楽しみじゃ。